時期的にももうダウンいいかな。バブは実は3年か2年ぐらい前に買ってるんですよ。これ男受けめちゃくちゃいいです。はい、本日はですね、脱ダウンジャケット、ダウンがなくても暖かく過ごす方法ということでね、やっていきたいなと思います。そろそろですね、時期的にももうダウンいいかなっていう時期になってきてるじゃないですか。とは言いながら寒いからついついダウンジャケットをね、まあ、3月ぐらいまで着ちゃうっていうのはまあよくあるあるなんですけども、季節感的にそれどうなんっていうふうに言われたりしますし、あと奥さん嫌がりますよね。またあんたダウンさん着てんのペタペタやん、早くクリーニング出しといてって言われますので、それやったらちょっとダウンは卒業していきたいよねと。でこの今から紹介するのを3つぐらいご紹介パンパンパンってしていきたいなと思うんですけども、どうせダウン脱ぐんやったらちゃんと暖かく過ごせて春らしい格好にしたいじゃないですか。そんな時なんかないかななんて思ってたりしたらね、この3つぐらいやったらちょうどいいんちゃいますかっていうのがありますのでご紹介していきます。まず1つ目っていうのがですね、こちらのマウンテンパーカーでございますね。まあマウンテンパーカーというとこの僕のチャンネルではもう王道中の王道なんですけども、これはとにかく抜群っていうのも、今回紹介する中で最も革新的で最も最先端の防風ジャケットというと、もうこのマウンテンパーカーしかないんですよ。でまあマウンテンパーカーってね、同じね、こうやって僕が今着てるようなナイロンジャケット、同じくナイロンジャケットが、ナイロンジャケットって別にそれ何が違うのって感じなんだけども、やっぱこういうタイプのっていうのはしっかり防風性もあるし水も弾くっていうことで、一回ちょっと着てみますね。インナーにねこういう感じでフリースを挟んどくんですよ。そしたらしっかり外はガードされてるし中はフリースであったかいっていう状態になって、さらにですよ、皆さんイオンモール行きますよね。イオンモール行った時はどうするんですかって前も言いましたけど、カルディにとにかく行ってくださいと。1階のカルディってあるでしょ、カルディ行ったら大体コーヒーもらえますよっていう話は以前にしたと思うんですけど、カルディでコーヒーもらう時にこういったダウンジャケットやったらまたカルディの道が狭いんですよ。でまあうねうねしてるから商品にバーンって当たったりとか、あと誰かよそさんとねすれ違う時にバーンってぶつかったりするんですよ。あーすいませんなんていう話しやなあかんねんけども、こういうすっきりした格好をしておけば、こういう風にカルディ入る前に一回脱いで、であコーヒー ありがとうございますって言ってもらって、こういうスリムな状態でね移動ができると。これをカルディ仕様と言ったりするんですけども、まあ、そういったことで重ね着をすることでね快適 でなおかつ春っぽい装いでいけるんじゃないかという風に思っておりますので、まず1着目っていうのがこちらのマウンテンパーカーでございます。でマウンテンパーカーもね、最近はこういった GU からもねそっくりなやつがまた出てきているんですよ。ちょっと一回着てみましょうか。まあ、パッと見たらね、これもカルディジャケットですかなんていう風に思うはる方いらっしゃるかもしれないんですけど、これはちょっと防風性はねちょっと落ちるかもしれないんですけど、これに関してはまたマウンテンパーカー比較っていうのをやりますので、まあ、その時にね見ていただければいいかなと思うんですけども、まあ、こういったマウンテンパーカーが一つ目であると。で二つ目っていうのが少しクラシックにはなってくるんですけども、やはり男というと王道中の王道であるところであると思うんですけど、こちらのですねレザージャケット、レザーもしっかり防風なんですよ。だから同じマウンテンパーカーと機能は果たします。防風でしっかり風防いでくれるって言ってるんやけど、やはりめちゃくちゃ重たいっていうのも、このジャケットね 1.6 キロあるんですよ。でこちらマウンテンパーカーなんかね、そんなこれの3分の1とか半分ぐらいしかないからめちゃくちゃ軽いんですけども、やっぱこうクラシックなだけちょっと重たいんやけども、男ってこういうのが好きなんですよ、とにかくね。だからまあこれも一回着てみるとですね、さすがに半袖の上からは寒いので、こういった時にはこういうね薄めのダウンジャケット、おいおい結局ダウン使ってるやないかいって話なんやけども、まあ、そのあたりはちょっとまあご愛嬌で過ごしましょうよ。まあ、こういった薄めのダウンジャケットとかやったら着膨れしないので、こういうのを羽織った上でレザーのジャケットを羽織ってあげると全然そのスタイル的にはわからないと。ここにいらないとピプって隠してあげればね、あ全然春らしい装いやねんけども、暖かくてなおかつ防風性もあるということなんで、まあ、これは春の装いでいいんじゃないかなと。で春の装いでこれレザー着るのはええんやけども、レザー着るとき僕いつも意識してるのが何かというとね、あんまりゴリゴリ感を出さないようにします。っていうのもゴリゴリ感出すとちょっと男臭い感じになるじゃないですか。だからもうアクセサリーとかもほんまシンプルなアクセサリーとかにしといた方がいいし、指輪とかもあまりゴリゴリしすぎると奥さんがねあんま一緒に買い物とか行ってくれへんようになりますし、あと大体このレザージャケット着るときって言ったら、まあ、大体カルディではないですよね。まあ、どこに行くんかなってまあ考えていくと、道の駅かな、道の駅とかに、まあ、これやったらちょっとバイクで行こうかって言ってバイクで行くこともあるし、あとそれ以外にやったら、まあ、車で運転するのはいいんやけども、運転するときはこれパッて抜いといて道の駅入るときだけピュッて着てあげればね、もう完全にこれ道の駅スタイルになるということになっておりますので、意外と春先のね温度は上がってるんやけど風が冷たいっていうときなんかはこの防風のジャケットはねめちゃくちゃいいと思います。ただ水が弱いんで、それは気をつけてくださいね。水だけはちょっと皆さん気をつけてほしいなと思うんですけど、一回これね前を作って閉めてみるとこんな感じの仕様になっております。ちなみに、まあ、ルイスって1年待ちとかみたいになってるんで、ね、オーダーされても1年間ぐらいは届かないらしいんですけども、まあ、レザージャケットは別にどんなジャケットでも本革であればね風は通さないので、シープであろうが何であろうが、これも一応シープなんですけどね、柔らかい革なんですぐ使えるっていうような感じで、こちらのレザージャケットということで別名道の駅ジャケットですね。で最後っていうのが何かっていうと、まあ、これ、まあ、見てもらって
方分かると思うんですけど、バブアーって書いてるんですよ。僕ね、バブアー実は3年か2年ぐらい前に買ってるんですよ。でちょくちょく皆さんから痛いコメントいただきました。拓蔵さん、あのバブアーの経年変化見せてくださいとかって言われたりね、拓蔵さん、あのバブアーどうなったんですかとかって言われたりして、ギクってなってたんですよ。でなんでギクってなったかっていうと、ほぼ来てないということでね、このままずっと置きっぱなしにしておりましたので、皆さん一緒に見てください。めちゃくちゃピンピカピカピカの、新品状態でございます。だからおいおいおい、全く経年変化してないやないかということになっておるんですけども、これも実はね、春先とか秋口とかに結構使えるジャケットで、まあ、定番なのはこういうインナーダウンと組み合わせるのは結構定番は定番なんですけども、これはね、あの一応防風なんですけど、もっと古臭い防風です。で古臭い防風ってどういうことっていうと、これ普通の生地のね、コットンとかの生地の上にオイル塗ってるんですよ。オイル塗って、あの水とか染み込まんようにとか、風を防ぐようにっていう、こうオイルをね、あの継ぎ足しで塗っていくっていう、めちゃくちゃ古くさ、今から130年前、1800年代とかで使われてた手法なんですけど、それがこれ未だに使われてるっていう、まあ、男心はくすぐるんやけども、女心は何そのジャケットって言われるようなジャケットでございます。まあただ今最近やったら、おしゃれな女の人とかやったらこれ着てはる人もいてはるんですけど、あんまり僕の周りで女子受けしておりません。なんでそんなジャケット着るのというふうに言われたりしてますけどもね。まあそういったジャケットということになっておりますので、まあ、こんな感じはまあ定番の合わせなんですけども、まあ、それ以外にやったら、もうちょっとカジュアルに行くんやったら、こんな感じでね、もうパーカーと組み合わせちゃってもいいですよね。こんな感じでパーカーと組み合わせちゃったら、それはそれでラフな感じで行けますので、しかもあったかいしね、風通ってこへんし、なんやったらちょっと小雨降ってもこれやったらいけるってかと考えると、意外とこれもね、汎用性があるというか使いやすさがあるということなんですが、今ですね、ワークマンからそっくりなジャケットも出てきておりました。見てください。あれバブワーかなと僕一瞬思ったんですけども、これはもう全く別物です。見た目がそっくりっていうだけで全然中身が違いますので、これはちょっとね、春のジャケットとしてはちょっと向いてないかもしれないですけど、ちょっと一回着てみましょうか。はい、まあこんな感じでね、あの中とかがちゃんとなんていうの、フリース素材みたいなのが使われてたりしてて暖かいんですけども、そしたらじゃ あ今使えるやんと思うと思うんですけど、このね、肩から袖にかけてはもう全くそういうのはないんですよ。ただのナイロンなんで、これはねちょっと風通すとは思います。だから寒いかなと思ったりするんで、まあ、春のジャケットというと、まあ、この辺がいいんかなっていうことと、あとまあ最後1点ね、これおすすめですよっていうのがありまして、まあ何なんかっていうと、それはね、このマウンテンデニムパーカーなんですよ。これはですね、なんでおすすめなんかって言いましょうか、僕が作ったからです。おいおい、お前作ったからおすすめなんかいってことなんですけどもね。そうなんです。これはちなみにですね、いつええかというと、これ男受けめちゃくちゃいいです。だから女子受けええかどうかははっきり言って知らんけども、男受けめちゃくちゃいいから、飲み会の時着ていってみてください。あ、サブサブって言うとこうやって言うと、お前めちゃくちゃかっこいいジャケット着てるやんけってなるんですけど、これもご安心ください。デニムなんやけども、しっかり裏に防風の加工しておりまして、ちゃんと試験も通っております。だからさっきみたいにね、インナーダウン着てもらったりしたら冬場でもいけるんちゃうかなっていう、最後ちょっと宣伝を入れさせていただきましたけどね。まあそういったことで、この辺のちゃんと風を通さないようなアイテムっていうのは非常に使い勝手がいいし、なおかつこの紹介した系のやつって全部長いこと着れるんですよ。だからワンシーズンとか1年で終わりとかじゃなくて、もう5年も10年も着れると。そしてそれぞれだいたい経年変化がある。まあレザーやったらレザーでこう味、シワの味が出てきたりとか、バブアやったらバブアでね、ちょっと色味が変わってきたりとか、僕着てへんから知らんねんけども、色味変わってきたりするんですよ。でそういう味が出てくるっていうところを考えるとね、男的には結構好きな感じになってるんじゃないかなということで、まあ、今回春先に向けてね、まあ、ダウンジャケット卒業しようよと。そんな何着てったらダウンぐらいの暖かさとかいうか、まあ、ダウンぐらいの保温力あるんですかっていうと、これで中を変えていきましょうと。まずは外守って、そして中を暖かくしよう。そうすることによって春をかっこよく、さらに時期に合った着こなしができますよというところがね、今回の動画ということになっていましたので、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。卓蔵のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。